はじめまして。9月17日生まれのキャバリアの男の子の兄弟です。で、お父さんがルビー、お母さんがブレンハイムの毛色なので、ちょっと珍しいルビーのお色のワンちゃんが出ましたね。で、キャバリアちゃんって大間な性格ですので、初めての方でもとっても飼いやすいワンちゃんなんですよ。で、犬同士とも人間にもとっても親しみやすいワンちゃんで、誰とでも仲良くできますね。お耳が大きいのが特徴で、とっても優雅なワンちゃんです。大きくなって大人になるともう一層お耳が優雅になりますね。どうぞ関心のある方お問い合わせください。特徴は、まあ、似てるんですけど、ちょっと模様に違いがありまして、こちらの子がブルー、こちらの子がチョコレートのリボンをしております。ちょっとお顔をまっすぐ見てね。はい、こんな感じです。こちらがチョコちゃん、こっちがブルーの子ですね。お顔はね。外観、外はもうこちらの方は大体同じような柄ですからね。ではお待ちしておりますね。とっても可愛らしい性格ですよ。お待ちしてます。